こんにちは。村上先生は人工知能の研究をされている、はい、ということで正しいんでしょうか。まあ、まあ人工知能自体がだいぶ広い、はい、あの分野ですので、はい、まあ、それで含まれているというふうに考えてもらえば大丈夫かなと思います。はい、まあ、人工知能といっても本当にいろいろな、はい、まあ、ジャンルというか、はい、その中でもやっぱり分野がいろいろ。そうですね、はい、厳密にはマルチエージェント、エージェントっていう分野の研究をしていたんですけれども、はい、ただそう言ってもこう一般の人がよく分からないので、まあ、よく僕の研究の話をしていると皆さん思われるのは機械翻訳って言われるこう自動的に言語を違う言語に翻訳してくれる、はい、まあ、技術をやってる研究をされてるんだろうなというふうには思われてるとは思いますが、まあ、実は私自身はそこをメインに本当はしてはないんですけども、そういった技術を使って、まあ、いかにこう人がそういった機械翻訳の技術を使いやすくするか、まあ、あたかもこう通訳者の人がやってくれてるように機械翻訳っていう翻訳の機能を人のように見立てるためにどうしたらいいかっていう研究をしたりしてますね。そういった翻訳というのはどんなところで活用されてるんですか？そうですね、まあ、僕たちが今メインで一緒にやっているのは NPO の方々とよくやっていて、はい、まあ、2つやっぱ方向性があって、1つは国際交流ですね、うん、まあ、日本の方が海外の人と一緒に何か活動するという国際交流の面での言語の問題を、はい、解消すること、もう1つは日本にもやはり外国の方が今増えてますので、はい、まあ、そういった一つの箇所でいろんな文化の人がこう共存する多文化共生を支援している団体もやっぱり同じように言語の壁というのを感じられてますので、まあ、そういったところと一緒に協力しながら現場で使いやすい技術っていうのを研究しています。はい、翻訳というと、はい、自分が思いつくのはポケトークですか？はいはいはい、喋ってたら同時にこう通訳してくれる、はいはい、まさにポケトークの中に入っているのは人工知能の一分野である機械翻訳っていう技術が使われています。ああ、そうですか。はい、脳と人工知能というテーマで、はい、まあ、まず最初に思いついたのは、はい、脳の言葉が非常にこう現代の人から遠いので、はいはい、それをこう現代訓訳する、海外に行って脳学の講演をすると、はい、まあ、その時に壁になるのがやっぱり言語、はい、まあ、一番一つの考えられるこう応用例にはなるかと思いますね。ただまあ脳学の場合はやっぱりすごく日本固有の文化になりますので、それを翻訳しようとするとやっぱり言葉は簡単には訳せないものが多いなと思いますね、はい、うん、似たような例えば、まあ脳学で使われる楽器とか、似たようなものはあるでしょうけれども、はい、同じではないですね。そうですね。まあ、なので直訳しようとするとそれにとりあえずは紐付けて翻訳をするような形になるんでしょうけれども、はい、それで正しいこう脳学が表現したいことが伝えられるのかっていうとやっぱりそこにはギャップがあるのかなと思いますね。英訳にするときに訳せない言葉がたくさんあってという話は、はいはい、現代でもその翻訳する方の、まあ、苦悩としてよく聞く話で、はい、まあ、その土地土地に住む 人によってその、まあ、文化というのは全く異なりますから、はい、神様と言っても、まあ、それはゴッドではない、日本で言う神様は唯一神ではないですから、はい、あの、そういったところをこう逐一説明していくと非常に膨大な、そうですね、情報に、ね、なるんですよね。はい、そういったことをこう伝えるというのは言語だけでは難しいのかなというふうに少し思いますね。うん、そうですよね。日本の風土で育ったこの芸能の言っている、まあ、はい、真の部分を、うん、まあ、理解してもらおうと思ったら非常に困難なことになるんじゃないかなと、はい、脳の中身に人工知能を介入するということは無理だなと私はなんとなく思ったんです、はい、もしかしたら可能性があるかもしれないですけど、脳学の扉を開ける段階で役に立つんじゃないかなと考えたんですが、なんとなく興味があるんですけれどもなかなかこう入ってくれないという人もたくさんいて、これからの時代は
そういった人たちを対象にやっぱりこう新しい農学のその人口、農学を見る方の人口を増やしていかないといけないっていうところに今すごく苦戦してるんですけど、そういう人たちが興味を持っているものと農学が持っている何かその要素っていうのを結びつけられるんじゃないかなと。農学は曲目数が、はい、今後の場合は207曲あるんですけど、土日がだいたい公演ですから、初心者だったらこの曲がいいとかはこちらの感覚でやっぱりこう考えてしまうので、はい、うん、そういうのをもっと分析したら全く脳とは無縁の方々にもタッチできるかなっていうふうに少し思っています。うん、多分今言われているお話を僕なりに解釈すると、はい、多分推薦技術ということになるのかなとは思うんですよね。はい、まだ農学に触れていない人に、じゃあどういった農学の曲目といいますかを、提示するとよりうまいこうマッチングが取れるかと、うん、まあ、農学だとどうかっていうのはちょっとまだ僕も今すぐこうピンとは来ないですけれども、はい、まあ、皆さん多分普段日常で使われているんですね、そういう技術っていうのは。はい、代表的なのは、まあ、Amazon になると思いますが、はい、皆さん何か購入されるとこういうのおすすめですよ、ね、っていうのは大体こう自分のああそういう興味あるなっていう本が出てくると思います。はい、あれもやっぱり中で使われているのは人工知能の技術の一つになります。で、あれは何をしてるかっていうと、他の人たちもやっぱりいろいろ Amazon で購入されてるんですよね。はい、でそういった購入履歴の中で、まあ、自分と同じものをよくこう買っている人が買った新しいものっていうのは多分この人の気に入るだろうっていう、うん、まあ、すごく単純なシンプル、もちろんそこにもう少しこうデータの確率的なものも入ったりしますけれども、はい、アイデア自体はそういう仕組みになります。そういうのはまあ、じゃあ農学でどうなのかっていうところをですね、はい、一番、まあ、問題になるのが最初ってデータが少ないんですよね。データが少ないとこれっていうのピンとくるものはなかなかうまくこう、はい、推薦できないっていうのは実はそういった分野の技術の一つの課題、うん、そこは、まあ、どうやってこうクリアできるのかですね。はい、そこが見えてくるともう少し違うのかなという気はしますが、うん、まだ見たことない人たちが見てこれ良かった、はい、この良かったっていうフィードバックといいますか、レスポンスを返してくれるっていうデータが、はい、今どれだけ貯められるかっていう、そうですね、あともう一つはまだ触れたことない初学者という人にもいろんな多分趣味思考経験があるはずで、そういったものをどこまでの情報を持ってその人を特徴づけるかってところもやっぱり重要になってくるとは思います。そこの特徴がすごく実は農学の曲目を選ぶことと関係のないものの特徴しか持っていないと、わからないんですけど、例えば血液型しか取ってなかったとか、はい、いうふうになると、はい、なかなかそれでこう紐づける、推薦っていうのはなかなか難しいっていうのは今の人工知能技術における問題というか限界なのかなとは思いますね。はい、今こう流行りで、ね、よくテレビで、はい、AI って言われるものは、いわゆるあそこで言われて AI って僕らから見ると人工知能のごくごく一部、性能がすごく上がったので、はい、すごくこう注目されているとは思うんですけれども、そこで注目されているのはやっぱりどうしてもデータがあって、はい、たくさんのデータがあってそこからルールをこう見つけていくっていう、はい、まあ、いろいろあるタイプのこう機能的な推論をしているわけ。機能的ってどういうことかっていうと、データがあってそこからたくさんよく見られてくるパターンを見出す、うん、もう一つは演繹的な推論といって、はい、ルールがあって、はい、で前提条件に対して今こういう状態ですと
その状態に対してじゃあマッチするルールを見つけて、はい、その結論をつないでいくと、うん、そういった推論とまあ両方あるんですけれども、はい、実は人工知能ってまあどちらももちろん扱ってはいるんですが、広くはその演繹的な方が昔からよくあったんですね、はい、で機能的な方はやっぱりデータがたくさんないとなかなか出てこなかったりとか、でたくさんのデータがあるとそれを処理するコンピューターの能力の問題っていうのもあったから、はい、なかなかそちらが、まあ、ずっとやられてはいるんですけどいい性能が出てこなかったっていうのは、まあ、ここ最近のデータ数とデータを処理する計算機の能力が上がってきたっていうのと、はい、そこに先ほど言ったアルゴリズムっていうのの中でニューラルネットワークってもしかすると聞かれているかもしれませんが、こう脳の神経回路をモデルにした仕組みを使ってルールを見出していくっていうのが最近そこがすごく精度が出てきたと。でそういう観点でいくとやっぱどうしてもデータがまずないとどうにもならない。今こういろんな人がこう人工知能を使ってみたい、応用してみたい、自分のところでやりたいっていう時にまず最初にそこが大きな問題になっているのかなと思います。個人で主催されるやつもご自分でこう取られて個人で主催する、もうでも量ももう極めて少ないですからそれぞれがこう貯めていって共有していくっていうのは一つあるのかなとは思います。一部のこうタスクにとっては、はい、そこをじゃあ何も特徴としてどういう特徴のデータを集めるかということを決めなくても良くなっているものがあります。それは画像とかですね、音とかに関しては、まあ、結局目で見るこの画像と音で聞く、はい、結局こう信号に変わったものっていうのはそれ以上の情報ってないので、選ぶ必要性がないというか、これまではその中でもどこに着目するかっていうのはある程度決めてたんですが、はい、その生のデータをそのまま入れて、そこから例えば画像の場合であればこの木はどこはどこの、この画像の中のどこが木ですかとか、はい、どこが石ですかとかっていう認識はできるようにはなってきてますね。そういうのは本当にこうデータその場のそのものを扱っていくってことができているものになります。テキストもそうですね、言葉も最近そういう意味ではテキストもとにかく書き起こしたものにデータがあれば、はい、そこからこう学んでいくってことができつつあります。ただ先ほど言った温度とかそういう話になってくると、はい、人はいろんな多分五感を使っていろんな情報を知らずにこう集めてると思うんですが、それのどれが実は影響してるかとわからないときに、はい、じゃあ人工知能に集めるで学習させるためのデータを集めましょうと、はい、なるとじゃあ何を集めますか、うん、じゃあ気温入れましょう、湿度はどうしますか、明るさどうしますか、いろいろあるんですよね、はい、でそういったものを全部じゃあ集めたところで本当に意味があるものに影響がこう出るものがあるのかっていうとわからないので、そうなってくるといろんなバリエーションでいろんなデータを大量に集めてこないとどこの要素が実はこう影響を与えてたのかっていうのは見つけられないっていうことがあります。そこが難しいところかなと。どういったデータを集めるといいかってところから、かもしれないですね。そもそもそういった先ほど言ったようなデータを集めてそこからルールを見出していくっていうアプローチが本当に正しいのかどうかってところも、先ほど言われたような複数語であればそれに関連する局面があるっていうのは、はい、いろいろデータを集めてそれが発見されたわけではなくて、はい、知っていることっていうのはもう知識として書き上げていくことができるので、それをこうルールとして書き起こしておいて、でそのルールに関係する紐づくものっていうのが、はい、何かそういったのに紐づく人がいればそれが出てくるというのでも僕はいいんじゃないかなと、うん、もちろん何もないとこからこうルールが出てくるってすごい知的な何か黒魔術を見てるような何かこう、はい、凄さを感じますけど、うん、でも適材適所のルールを知っているのであればそのルールを書いて使うっていう方向性でもいいのかなっていう気がしますね、うん、将棋の棋士の方とかでも、はい、最近はこう
コンピューターのプログラムが強くなっているということがあって、自分で それでも対戦しながらこう、はい、それが自分のトレーニングになっているとかいう、うん、お互い一緒に高め合っていくというか、はい、いうのは一つの方向性として目指すべきところなのかなというふうに思いますね。将棋とか囲碁とか、はい、まあ、勝ち負けがはっきりしているものとか、はい、まあ、その結果がはっきり目に現れやすいもの、はい、まあ、そういうものだとすごくなんか使いやすいって言ったんですけど、はい、脳の場合というのは脳に対し の, この求めるものとか結果ももちろん白黒ないですし、うん、はい、で上手下手とかでもそれはもう人のこう受け取り手の感性にだいぶ委ねられるので、うん、囲碁とか将棋に関してはルールがあって、うん、盤面も決まった結局有限個しかないわけですよね、はい、限られてはいるけど膨大すぎるので、なので人がそれまで全部を網羅していくことはできなかったのですね、うん、特に対戦ゲームであれば相手の出方によってまた変わるので、はい、人がこれまで貯めて蓄積しながらそれで学んで、いやこうした方がよかったっていうふうにやったのはあくまで一つのこう探索結果、そこにこう出てこなかったからといって、まあ、それがない手だった、確かになかったのかもしれないんですけれども、はい、あってもよかったわけですよね、うん、たまたまそれを選ばなかっただけで、はい、それをまあ最近の人工知能だと、まあ、お互い人工知能同士を戦わせるということで、その中で人の歴史とは違う歩みの空間を漂い始めたとか、探し始めた結果出てきた手っていうのが、そういった囲碁の場合ですと人との対戦の中で出てきてるのかなというふうには思いますね。ああいうのができるのはやっぱりルールとして勝ち負けが最後決まっているので、はい、勝ったという経験から逆算して、うん、それにつながった手っていうのは多分価値のある手だったんだろうっていうので、こう場面場面、ね、場面のにおけるその手に対する価値を高めると、うん、一つ一つこう値がついてる、はい、その値をどうやって学習していくかっていうのは対戦を通じて、勝った負けたで、勝ったんだからこれを増やす、負けたんだからこの手は減らすっていうふうなことをこうやりながら、はい、調節しているっていうタイプの学習をしてますね。明確な、まあ、私たちのことは報酬って言いますけど、はい、その報酬が決まるんであれば、その報酬を高められるような、報酬をたくさん得られるような手っていうのをどんどん求めていくように学習させるってことは可能だと思います。ただ農学においてその報酬が何なのかっていうのが、はい、先ほど言われたようにやっぱり主観、芸術の場合特に主観ですので、はい、しかも主観であり時代背景とかにも影響すごく受けますよね。社会的にどうか、ある人が言ったからいいのかもしれないみたいなものをひっくるめて、その時の社会的に何か起こったことに影響を受けてとか、いろんな要素があって決まるような感じだと思いますので、なのでやっぱそこがあの人工知能でそこまでっていうのはなかなか難しいところかなと。だからスタンダードなこう競技のこう芸術ってありますよね、はい、アイススケートとかもそうだと思いますけれども、ね、何かこう採点基準が決まっていてとか、能楽でももしかしたら多分型としてはこういうふうな型のこう少し膝をもう少し曲げてとか、なんか決まったものっていうのに習えるスタンダードなものを作っていくってことは可能な気がしますね。これはまたちょっと別の仕組みですけど、教師がいて、はい、でその教師が常にコーダーだっていう、こう情報を与えることでそれになるようにどんどん学習していくっていうタイプの学習がそういった面では向くのかなと。いろんな話を覚え込ませて、はい、その話のネタを作る。そうですね、はい、それは本当に今やられている人たちもあのいるような分野になりつつありますね。書物であればやっぱり電子化されてきてますので、最近は電子ブックスなどで、はい、あの電子化されたこう文章ってたくさんあるので、はい、それをもとに新しい小説を作るっていうのも人工知能の分野でやられている人たちはいます、まあ、全てデータからやるっていうアプローチもあれば、はい、そこにやっぱり知識としてやっぱり小説にはこういうパターンがあるとか、うん、こういうルールがあるとか、
でもあると思うんですよね。そういうのを駆使しながら、それとデータとハイブリッドでっていう、うん、両方ありえるのかなとは思いますね。まあ、小説家がやっぱ小説書くのは、うん、やっぱりその人のこう人生の経験値と、はい、まあ、いろんなこう自分が貯めてきた、うん、まあ、情報があると思うんですけど、はい、まあ、そこから思いついてこう二分付けして小説を作っていると思うんですけど、まあ、人工知能がその小説を作る、人間が思いつかなかったようなものを作られるんでしょうけど、まあ、それはあくまで人間がチョイスしなかったということなんですよね。まあ、そうなりますね。今やられているものもすごく短い小説に限定したものであれば本当にこう文を作るっていうところからやられてますし、長い小説を目指すようなものは文を生成するとちょっとやっぱりいろんなこうストーリーの展開が広がりすぎて、はい、つながりのある文ができるかっていうことがあるので、もう少しこうテーマだけを出すとか、展開だけをこう提示していくっていうようなものが一つあるのかなという気がしますね。やっぱり人が経験する量っていうのも限られますし、はい、人が読む小説の量っていうのも限られますので、自分が読んでいないような小説も含めてデータとしてこう与えて人工知能に学習させることで、今までこう思いついていなかった展開っていうのをこうキーワードとキーワードに紐付けて出していくっていうことはありえますね。ただそれも人がこう取捨選択して、最終的にはじゃあそれにそこからこうインスパイアをされて自分が小説を書いていくっていう、まあ人工知能と人のこう協業といいますか、こう今後開けていく方向性としてあるのかなと思いますね。人工知能に、はい、まあ、脳の話をじゃあ作らせてみようかなと思った時に、はい、どんな風にしていったらいいと思いますか？いろいろありますよね。多分ストーリーという台本になりますかね、はい、そこにじゃあどんな、姉妹を合わせるかっていう点と、うん、あとは舞台もそうかもしれませんし、楽器の演奏をどうするか、いろんな要素があるのでなかなか難しい、うん、そういうのは全部こうやっぱりまずはでもデータ化するんでしょうね。現代の人の思考に合わせた脳を作ろうというふうに限定した場合に、はいはい、まあ、脳のそういった要素はもちろん伝統的な部分の要素とか、まあ、お囃子のこととか人間が肌で感じる、うん、その感覚的なところとかも情報としてできるだけ入れて、うん、まあ、現代の人は何となくこういう刺激を求めるとか、うん、なんかそういった情報を入れて作るってことは、まあ、現実的に可能。そうですね、まあ、一つあり得るとすればやっぱり現在ここ、ね、5年ぐらいの間に流行った小説ですとか、はい、映画とかそういったものをとりあえず多分データとして合わせながら、そこからきっと類似した部分っていうのを、まあ、それをそのまま持ってくるんだとただの検索になりますけれども、はい、そこで学習したこう思考性みたいなもので能楽の面白いストーリーを与えたものから組み合わせてこうでこうお話を作っていくみたいなところは、はい、もしかしたらまああり得るかもしれないですね、うん、まあ、もしくはその題材、先ほどの小説のケースと同じで、はい、こういう題材のお話を展開でどうでしょうっていうのが出てきて、はい、でそれに対してこう話を作っていく、うん、でまあ、そこに対して、姉妹をどう合わせるかっていうのはもう完全にそこはもう人がそうですね、やっていくのかなっていう気がします。大体作ってもらってそれを人間が手直しして最後こうチューニングしていくっていうのはありえるかもしれないですね。全部これから著者が脳の話面白いのを作ったから人工知能が人工知能にこれからじゃ任せようってなったらもう永遠になんか新しいものが出てこないイメージがしますけども、人の意図と関係してきますけど、人は結局ありえたけど取らなかったっていうものはそれを無から有を作ったというかどうかかなという気もしていて、ありえたけど誰もそこを取らなかったけどそれを出してきたっていうのがオリジナルのものを作ったというふうに見れるのであれば、
人工知能はできなくもない。ああ、勝手に排除してますもんね、そのそう、これはありえないっていう、はい、そのどうしてもそこのバイアスって人はどうしてもかかってるものがあるので、はい、壊してくれるというか、うん、そういったところに一つこう人工知能がある役割っていうのはあるのかもしれないですね。大丈夫、考えてみます。じゃあ、ありがとうございました。